はい、パーティーゲームがお送りする実況プレイメガドライブミニの続きでございます。さて、前回は、ワイワイ楽しめるパズル&アクションパーティーゲームでしたよね、タントアールをちょっとお送りしてみましたが、はい、続きましてどうしようかとまだまだいっぱいありますね。よいしょ。で、ここまでちょっとレースゲームなんかどうかなと思ったんですけども、はい、こちらロードラッシュ2でございますね。1993年4月23日に発売。天下の公道でバイクレースを行う荒くれ者たちを人々はロードラッシャーと呼んでいた。アラスカ、アリゾナ、ハワイなど5種類のコースでルール無用のレースが始まります。画面に分割のタイム制も可能ですとなっております。はい、私このタイトル全く分かんないです。はい、ね、今までのタイトルはぼちぼち分かってたやつなんですけども、全く知らないタイトルもちょっとね、せっかくメガドライブミニがあったんですから、ちょっと触ってみたいなということで、はい、ちょっとお送りしてみたいと思います。エレクトロニカーズさんの作品になってますね。はい、ではスタート。多分今、そうね、この昔のロゴですね、これは。はい、ロードラッシュ2と出ました。リアルこれはスタートボタンでいいのかな。はい、スタートレース、バイクショップ、ショップ、ああ、なんか新しいバイク買ったりしてとかあるんですね。セレクトトラックゲームオプション。まずオプション見てみましょうか。プレイヤーモード、ソロ。スプリットスクリーン、テイクターンズ、モノアーモノ、マノアーモノ、マノアーマノ、わかんねえ。まあ、いや、ソロにしようか。ヘッドミュージック、オンオフ。あ、これ上に出てますけども、上に出てる内容を、セットネーム、名前をここで付けれると。何文字までいけるんだろう。あ、3456789。お、結構いける。じゃあパーティーゲームしようかな、せっかくだし。ちょっと待ってくださいね。この形式で選択するのはなかなか時間かかりますね。ちょっとごめんなさいね。ちょっと時間を取りますけども。なるほどね、こう名前は付けれる、まあ付けなくても別にね、構いませんよみたいな感じなんですね。なんでわざわざ名前付けれるようにしてるんでしょうね。はい、なんかパスワードが下に出てる。なんか使えるんでしょうね。まあいいや、行くと戻ってスタート。で、これ今私がなんか1000ドル持ってると、レベル1でネクストレースアラスカと書いてあるので、これ多分トラックを選べるということなんですね。アラスカゴードラッシュ、荒れた道路を考えられない勢いで走るコースです。ブラインドコーナーと変化する勾配がこの先と難しいものにしています。あ、なんかいろいろありますね。スモーキンマウンテン、ほう、霧のかかった山岳地帯に気をつけてください。あ、まあ、これ全部読んでたらめんどくさいな。とりあえず行くよ。全コース遊んでみる感じで行きましょうか。じゃあ、はい、スタートです。おお、なかなかのグラフィックですね。止まったけど、 B ボタンで今アクセルですね。ははは、なんかパンチが出ました。今 C ボタンですね。まあ、ルール無用って言ってましたから。あ、ちょ曲がるね、結構これ。はいはいはい、あげあお、すげえ、ちゃんと戻ってる。これ戻るのももしかして、なんか例えばボタン連打した方がいいとかあるんですかね。で、これ多分だいぶ大手くぼりになりましたよ。
ちょっとカクカクは、おお車モール。お、何？何が今当たった？はい、今バコンにだ。これでも右、あ、左入力しながら C ボタンで左パンチなのか。何も押さずにパンチしたら右パンチになっちゃうみたいですね。さすがルール無用だね。それ以外のボタンは使わないようですね。A ボタンも使わないのかな。ブレーキかな。A ボタン使うとしたらね、まあ結構急激にスピードが落ちたような気がしますので、多分くにゃる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 。あぶれ。これはでも何周するんでしょうかね。あぶれ。めっちゃ、あぶれ。おお飛んだ。あお。あ、これはでも、あの近かったですからね。うん、復帰が早い方ですね。これで7位か。いやー、これはなかなかカーブが、カーブが、これ当時としてはどんな感じなんですかね。しっかりとアップダウンがね表現されているのは確かにすごいような気がします。こういうバイク系で有名なのに言ったら、やっぱりアーケードでも展開した、何でしたっけ、ハングオンでしたっけ。うん、あれよりはね、言うてしまえば結構色鮮やか。あわわわわわわわ、見えない見えない見えない、対向車来てる、対向車。おお、寝ろ。ルール無用というぐらいだけ、なんかもうちょっと大胆な行動ができても。あ、フィニッシュ。なんかばらまいてんのはリアル。オランチの畑耕すだか、足腰鍛えるからちっとバイクに乗れるのかもしれないだよ。それはバカに来てんのかい。はい、ああ、こんな感じでお金がちょっとね、今一応6位だけど200ゴールド、あ、200ドルゲットしました。で、ルトラライト、お、お、いや高いな。 お前んだよがええなこれ。あー、ぼちぼち高いですな。でもやっぱり、あー、いろんな時に 3タイプの種類があるんですね。パワーは大したことないが、ハンドリングはなかなかいい、ルーキーにはぴったりとかいいかと。パワーは大したことない、あー、今これあれか、今乗ってるパターンか。トロがこいつのパワーを 135HP なんだよ。いろいろありすぎてわけがわからんな。んー、すごく速い、すごく高い、そしてすごく激しいマシンだ。このサイズにしてはパワフルだが、ボディがいまいち、コントロールが難しい。ほうほうほう、一番、まあ、手頃で手を出しやすいのはこれですか。リーズナブルなミッドレンジのパワーと軽い車体が高速をいい日にしてる。まあ、いや、買えなくてもいいですけども。まあ、こういう風にね。だって1200ドルですから、買おう思ったらなかなかの、ね、時間がかかりますよ。とりあえずね、いろんなコースをプレイしてみましょうって言って、ハワイになってるな。険しい流れからダイヤモンドエッドと呼ばれ、鋭いヘアピンや上り下りが連続する難しいサーキットです。運動性能がよく軽いバイクが適しています。選べないんだって。はい、スタート。
曲がそれっぽい、ハワイっぽいというか、なんというかね、軽やかな感じですね。危ない。レースとは思えない曲だな、これ。すごい。軽やかすぎる。ていうか、あれですね。よく考えて、なんか軽やかだなと思ったら、あれか、バイクの音がないんですね。この時にはこれが限界だったのかな。ねえ、それこそ、まあ、さっきもそうでしたけども、何周したかよくわかんねえみたいな感じでしたもんね。はい、やろ。ほら、右下にどうやら殴った相手のバイタルが出てますね。あれをゼロにしてしまったらもう、ナッカーアウトってことなんでしょうね。あおぉはい、こけたらもうこれきついですね。で、あと、いわゆるその、まあ、最近のレースゲームではあって、当たり前な、全体、コースの全体を映してる、あれがないですね。だからもう、こう、もう一度、おー、びっくりした！今、横からの車も。何？横からの車も来るの？あれ。あ、おい、なんか汽車も来てるし。ということは、あれもタイミングが悪かったらやばいんですね、じゃあ。痛いー、あーやばいー、あーさらに、今走ってるのも一応なんかどうやら話してたら勝手にバイクへ向かうんですけども、自分でどうやら十字ボタンで移動したり A ボタンで止まったりすることもできるみたいです。止まるメリットないですけどね。止まっとったらそれこそ車やバイクに引かれてまた飛ばされてしまうっていう、うわ危ない。おい、よく考えたら公道走ってるっつってんだから、そうですよね。あれ、あ、そっか。でもよく考えたらこれ右車線ということはこれか、そうだね、海外の作品だから右車線なんでしょうね。え、違うわ、左車線、いや右車線、うん、右車線になっちゃってるということはそうですね。だから右を走った方が安全。飛んだあんだけ飛んだらやばいような気がするけどな。あとバイクって書かれてるゲージもある。バイク自体の耐久力とかもあったりするんでしょうかね。プレイヤー自体の体力はだって減ってませんもんね。攻撃されてるような気がするんですけども、でもバイクのあれがゼロになったらやばそうですね。しかしこの曲なんだかんだな軽やかすぎて変に耳に残る。あ、でも終わった。あ、いけんじゃん、やった。そう、イエーイ、またなんか倒れたぞお、いいじゃないですか。パーティーゲームはこれで 5トラックのうち1トラックを制覇しました。うん、1位になったわけですね。いいレースだったね。また勝負するかい。どなた、あ、サイン入った人ですか。また顔がリアルこれで1000ゴールド。だからレベル1だからまだこの程度ですけど、まあより高いレベルで勝利していけば、まあゲットできるゴールドもね、お金も増えてくるんじゃないかと思います。次がさっき紹介したやつか。湿った空気で滑りやすくなってる。しかも風が強いって書いてましたね。よし、よし、とりあえず全てのコースをお見せできそうですね。うん、なかなかいいですね。レースっぽくというか、なんというか、あれそもそもでも何回もこけたのに息取れるんだなとは思っちゃったけど、まあとりあえず看板はちゃんとね、旅行に出てるわけですからね、蛇行注意とかね、十字路がありますよとかね、うん、しっかり参考にした方がいいですね、こういうのは。
まあ十字路はでも気をつけようがないね。ブレーキかけてるわけにはいかんから。かねる、かねる、あ、殴った。若干の流血表現がありまして。ああ、流血表現でちょっと思い出しましたけど、一応メガドライブミニはセロ D になってますので、痛い、気をつけてください。ちょっとよな、多分。多分セロ D って言ってたような気がする。別のやつだったらどうしよう。ちょっと後で確認しようか。一応。次のパートで、一応、確認します。はい。まあ、もともセロ D になってるとしたら、何のせいでセロ D になってるかっていうところですけどね。例えばこれだったらまあ暴力とまあ暴力は少なくともあるから、あ、暴力と犯罪か、多分だってね、T なんだ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 、暴力と犯罪が絡んでるからセロ B ぐらいにはなってるかもしれませんね。青おーちゃんと他の人も走ってる、完全に巻き添えにした感じでしたね。よいしょ、お前はもう一回倒れとれ、ひでえ。うん、やっぱりなんかもうちょっと豪快な攻撃、ああまあでもそっか、乗り物が変わったらっていう可能性もあるのか。あーおー、やってもうたー、これ看板にぶつかるのが一番しんどいですね。遠くまで吹っ飛ばされるけん。いやー、まずいね。だからこれ、だからコースアウトが一番まずいってことですね。うん。車に引かれた方がまだマシっていう。それもどうかと思うけど。やばい、今12位ですって。寝ろ。うわ、くっと車が多い、車が多い。まあでもこの時代にしては頑張っているんじゃな、これも結構。まあね、まあそのコースの起伏の表現もそうですし、普通に体重スクロールしますからね、その傍らで空は。まあ今のレスゲームに慣れちゃった人にはすごくこうまあぎこちないことこの上なく見えるかもしれませんが。まあでも私はゲームボーイとかでもこういうなんかこういう感じの表現で F1 レースとかはそんなことがあったりして、まあね、ゲームボーイでありながらそこまでの表現ができるっていうのは割と感動できましたけどね。もちろんこれほどこう柔軟に動くような感じのレースゲームではありませんでしたけども、はい、十字ポイントが、十字路がフィニッシュポイントなんですかね。これ何が起きたのかって、これバイクが壊れてボロボロっていうのを表したかったんだね。他の奴らはどうなると知ったこっちゃないね。大事なのは自分だけさ。勇気のない連中が群れたがるのさ。さっきお前もう一回勝負するかって言ってたやつやねんか。80ゴールドし、80ドルしかもらえませんでした。あらあら。はい、次、アリゾナ。化け物のような巨大な岩がコース沿いに静かに並んでいます。コーナーをしくじるとすぐにぶつかってしまうでしょう。砂、オイル、残骸、自転車に注意してください。自転車？なんで自転車？さあて、痛い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 、邪魔するでない。この野郎。これなかなかでも3回かな、3、4回殴らんと KO できませんから、なかなか狙ってどうこうは難しいかもしれませんね。さてさて、でも少しずつ慣れてきましたね。まあ本当にちょっと曲がりたいときはちょんちょんちょんと押してます。もう失敗したらかなりしっかり曲がってくれるので、なんかこう急カーブすぎて曲がりきれないみたいな感じはないです。本当自分のコントロール次第だと思います。
あん見えねえべこれちなみにこれを殴ったらどうなんだろう。ああでも音をねしっかりドップラー効果は聞いてない気がするけどまあいいや、いい感じに消えていく音がね、パトカーの今パトカー殴ってどうにかなるかと思ったらそうでもないですな。でかあれですね、体力回復してますね。今殴られましたけども、おおちょっと体力は回復する。でもバイクの耐久力は回復しないので、やっぱこのバイクの耐久力ゼロになったらアウトっぽいですね。おお、なんか落ちてるね。確かに、こねろ。あぶれ。あれは今落ちてたのが岩でしょうか。あ、いてんのに今パンチじゃなかったか武器使ってきたぞ武器。おーい、あーだからやっぱりなんかあるんだろうな、装備バイクの種類かその他もろもろでね。ほらほら、もうなんか振り回してるし、暴走族じゃない。あっちゃいちゃいちゃい、これはなかなか追いつかないのはやっぱり車体の性能の問題なのでしょうか。殴ったよ。でもバイパー名前からしてヤバそうな味だね。なんかあらららら、殴り倒すことをちょっと集中してたらダメだった。相手も回復してますね。だからやっぱり KO するのはちょっと並大抵のことではないかもしれませんな。そういう意味ではちょっとなんかこう、まあ、今の時点ではですけども、ちょっとせっかくのこの情け無用なルールが、今んとこあんまり活かされてない感じがしちゃいますね。まあ、さっきなんか振り回してたから、やっぱりの、なんか車体を変えることによって、パンチじゃなくて、なんかもっとやばいもんが使えるようになるのかもしれません。3位？ああ、悪くないんじゃないですか？うん。イエーイ。表彰台に登れたらこの演出なのかな。あ、一応そうですね、制覇したという扱いになるみたいです。あなたの武器の使い方生かすわね。私に振るわれるのはごめんだけど武器使ってねえで俺さて、そしてバーモンドかな、バーモンドかな。バーモントとしか読めないですね、ニューイングランドのカントリーサイドはのんびり走りたいものです。しかしあなたの相手はそうは思っていないでしょう。大型の高速バイクは適しているでしょう。この説明文じゃよくわからん。のんびり走りたい言うてるからコース的にはそんなに難しくないのかもしれません。さあカネラカネラ、これは5レース、あれかな、5レース制覇したらレベルが上がるんかな、もしかしたら。でより高いレベルでまた5レース制覇、まあそれの繰り返しで、で繰り返していくときにやっぱりやっぱり車体の性能も上げていかないと、まあ勝てなくなっていくと、たとえ上手くなってもね、みたいな感じになっていくのかもしれませんね。まあ、全5コースですから、まあ、はっきり言って、大して多くはない。多くはないですけども、まあ、じっくり、コツコツプレイできるレースゲームっていう感じですかね。ちょっと待って。なんか俺持ってるね。さっきまでただのパンチだったのか、なんか、警棒みたいなの振り回してますよ。あれかね、あ、いや関係ないか、全危ない、危ねえ男になってる
もちろん与えるダメージは大きくなってるっぽいですね。半分近く減らしてましたから。だってこのバイパーを倒しにかかる、わざとスピードを緩めて、あ、止まったけどバイクに引かれたかな。え、でえよお前この野郎。おお、倒した。倒しちゃった。あ、倒したけど、倒すっていうのはあれか、普通に転倒したのと同じ扱いっぽいですね。あ、でもそんだけ殴って、まあね、そのもちろんロスタイム与えることはできるって言ったってね、別に相手一人じゃないですからね。15位とかになってたから、敵は全部で14人いるわけですよ。わざわざ1体1体殴ってられないですね。そうなると普通にゲスやった方がいいような気がします。ただあまりにしつこく食い下がってくる相手がいたら、もうボコボコにした方がいいかもしれませんね、こうやって。ああ、なるほどね。この野郎、この野郎。おい、すげえ、これで3体3人 KO したよ。お、そして相手がいなくなったことによってだいぶ走りやすくなりましたね。危ない、車はどうしようもない。今のどうすんの。ちょうど車がね、すれ違うとか、あー抜かされた。車がすれ違うところでさ、ちょっとタイミング悪かったですね今のは。確かにここの連中ちょっと好戦的な気がする。おー、やばいやばい、体力がやばい。あ、でも終わった、やったー、1位だ。これなかなかいい戦いだったじゃないですか。走りも殴りも殴りもって。はい、サントラック制覇しました。いいですね。もういっぺん、もう一回だべ、もう一回やらせてくんろ。これは日本人というイメージなんですかね。はい、なるほどね。あ、でも全部告知して今お時間が27分28分、ちょうどいい感じになっちゃいましたね。ちょっとせっかくだからセーブしていこうか、これ。はい、ということで、はい、ロードラッシュ2をお送りしてみました。まあ2があるということは1もあったんでしょうけどね。はい、まあちょっと、まあ、レースゲームではありますけどね。今のレースゲームみたいにいろんなコースをたくさんね楽しめるという感じではなくて、本当に限りあるコースを、まあ本当に戦っていくって感じですね。左右への攻撃ができますのでね、なんで武器が変わったのかちょっと未だにピンとこないですけども、まあそうですね、コンスタンスにストイックに楽しんでいただけるアクションバイク、バイクアクションレースといったところですかね、強いて言うなら。まあ、こういうのもありはありだと思いますけども、まあボリュームがあるかっつったらそうでもないですね。ちょっとまあ人によってはすぐに飽きちゃうか、まあね、飽きちゃうかもしれないですけども、引きこいて何クソかなって全ねカップ制覇して、でまたレベルが上がって全カップ制覇してっていうのはね、まあ、コツコツプレイしてみるのも、面白いんじゃないかと思いますね。はい、さあということで、ちょっとね、私の全く知らないタイトルをお送りしてみましたが、思ったより楽しめたなって感じでした。はい、さあまた次はね別のタイトルをお送りしていきたいと思いますので、引き続きお楽しみいただければと思います。はい、ということでメガドライブミニのプレイ動画、次のパートに進みます。